終わり。いやあ、先生キックだよ。前回、前々回と2連チャンで友達作りパートやりましたね。では今回から本編の方に戻っていきたいと思います。多分話しかけたら本編戻るんだろうな。もう大丈夫なのですか？はい。そうですか。ならば次ですね。次なんかまたあるんかな？ビットフォードのデータを見せるんだよね。自分から来るんですね。ちょっとグイグイ来て引きます。効率いいし。そうですか。では拝見します。ナイスさんの現在のフレンドリストの数は8人ですね。もう少し頑張ることはできたのでは？あ、8人でも足らんのか、お前。8人でジムリーダーに置き換えたら、チャンピオンロードいける人数やぞ、お前。いえ、ナイスさんのペースもあるでしょうから、私からは何も言わないことにします。引き続き住民の方にも協力を依頼しておりますが、ハッカーについて知ってる方も少ないですから、こちらは友人作りに励みましょう。オッケー。そうそう、この友達を作る行為についての目的って聞けないかな？いや、それ、七七君が友達少ないことを危惧してじゃないの。哀れに思ってじゃないの、ミサネちゃんが。すみません。そういうことだね。ナイスさんなら知ろうと思えば私の許可なく知ることもできるでしょう。脳内を見てか、ビットホーの中見てか。そんなことしないよ。ミサネちゃんが嫌がることだし。せいぜい僕がやってることといえば、ミサネちゃんの好きな人のタイプとか、バストサイズの大きさとか、ヒップの大きさとかを見るくらいだよ。私的には複雑な心境ですが。あ、じゃあ未来のことちょっと聞いてもいい？それでも過去の人物が未来を知ることもいけないのかな？逆も確かにでしょうが、ナーシさんですしね。お答えできる範囲で お話ししますよ。車が空飛んだりする？開発はされてますが、先は見えません。戦費って解決してる？新章に突入しました。メサイちゃんの好きな人っている？プライバシーです。さらっと答えました。あ、未来でも管理プログラムって普通に稼働してるの？管理プログラムですか？え？まず、未来にも管理プログラムは存在します。しかし、その稼働を始めたのは未来での1年前。こちらからすれば7年後の出来事なんです。本当は今、管理プログラムない？はい。さらに管理プログラムを作ったのはミカドさんではありません。ミカドくん以外の人が、ミカドくんもそれなりに優秀な人物やけんさ。それ以外にさらに優秀な人物がおるみたいな感じなんかな。まさか七七くんが未来で管理プログラムを作ったみたいな話になるんだろうか。でも七七くんもそれなりにすごいけんな。LINE 作っとるし。正確には少し違いますが、未来での管理プログラムは政府との共同開発であるので、ほぼ個人で作り上げたという点も違いますね。ミカドお兄さんめっちゃ怪しいじゃん。そういうことになります。確かにどこかミステリアスで知らない情報を多く、明らかに黒幕っぽい風貌と設定を兼ね備えているけど、見た目で人を判断しちゃいけないんだよ。いや、むしろ、ミカドお兄さんって見た目は結構優しそうな人やけどな。ナエさんのそれは中身からの判断かと思いますが、鋭いご指摘だ。でも言ってしまえば不確定な情報が多いミサイちゃんもだいぶ怪しくなっちゃうんだよ。確かに。バレたみたいな感じの表情、言い方、声を出すんじゃない。そうですね、私が嘘をついてるという可能性もあります。現状私の言葉を信じる方の人の方が少ないでしょう。俺は信じてるよ。え？だって、今までだって助けてもらってるし、心まで言わなくたって、ミサイちゃんがいい人なのはわかるよ。ナラシさん。あと、ミサイちゃんが貧乳だってこともわかってるよ。それは忘れてください。なんか未来でもすごくお世話になってるような気がするし。いえ、助けられているのは私の方ですから、今の時間だって何とかしてみます。あまり無理はしないようにね。私のことは大丈夫です。で、話を戻して次の友達探しですが、友達、さあ次はどんな感じで友達探すの？他で近いところって言うと、ブレイクパッケージ
ブレイクパッセージか。ブレイクパッセージなんだけど、なんだその、ブレイクってなんか治安悪そうな感じの名前やな、なんか。それで治安が良かったらちょっとごめんなさいやけど。ブレイクパッセージ。あの、秋高さんとかいう方がいるとこでしたよね。そうそう。で、まあ、結構治安が悪いらしいんだけど、大丈夫だと思う？やっぱ治安悪いんだよ、なんか。そんな名前な気がした。名前で判断するはどうかと思うけどさ。不安ですね。危なかったらお金渡して逃げようね。それはどうかと思います。とりあえず現場に行ってみましょう。危険だったら別の案を検討します。オッケー、グーグル。第三章なんて読むんじゃこれ。トラクチの難、国交の難かな。読み方がわからん、読み方わからんぞ、おい。というわけで、ブレイクパッセージに行きまーす。ブレイクパッセージって日本語にしたらどういう意味なんだ？パッセージってなんだ？パッセージって。これか。よいしょ。なんかロックな感じやな。ロックンロールな感じをしている。しかも、第一村人、村人、前に、第一村人がさ、ロッカーみたいな感じやもん。こんにちはー。え、あーちわーす。わ。なんか薬やってるんじゃないかっていうような目つきのやつがある。大丈夫かお前。睡眠取ってるかちゃんと。何してるかな。外の空気吸ってただけっす。ちょっと休憩中だったんで。いつも引きこもっとって外の空気吸えてないわ、みたいな感じのこと言うんじゃないよ、お前。休憩？おーい、そろそろ話再開しようぜー。おっと、元気そうだから出てきたぞ。アッキー、起きたんすか？では、起きたー。まあ、いっか。あ、すんません。俺、戻るっす。そこのライブハウス？音楽してるの？てか、LINE やってる？そうそう、アッキーとエイリンと、おいでやってる。今、ちょっと休止中だけど、アッキーってもしかしたら、秋高くんのことだったりするか、これ。ピックなくしただけじゃないですか。ピックなくした。あ、やっぱなんか秋高くんが言おったピックなくした友達って仲間がってこの二人なんか。あー、ピックごときって思ってるな。あれ、なんかの限定のやつなんだぞお前。もう手に入らないんだぞ。ピックといえば秋高さんが探してましたが、それでしょうか。うん、お前らアッキーの友達かないか。断られちゃったやつ。あ、友達だろうって言ったら、あっ、断られちゃったんだよ。お前らから言ってやってくれ。友達は、多い方はいいぞって。これからそうなる予定です。え？よくわかんないけど、そんならちょっと入ってけよ。大人数の方が、アッキー目が覚めるから。お、いいの？じゃあ、入る。事前に確認しておきますが、カツアゲなどされませんよね。エイリン、カツアゲってなんだ？とんかつじゃないっすか。そうか、枠のとんかつバーガーうまいから、入ったらおすすめしとくぜ。うん、こいつら、大人数で囲って、物を出させるっていう、そういう頭脳プレイはできないタイプらしい。はい、ありがとうございます。ナイスさん、とりあえずお二人について行ってみましょう。エビカツバーガーあるかな？お前もそれに乗らんでいいわ。後でお願いします。わかった！ってことらしいです。建物ってここ？いやな。おお、なんか、ライブ会場っぽいとこ来ちゃったね。ドラムがある。俺じゃなくて、アースにお願いするっす。俺、人見知りなんで、人見知りなんじゃ。ああ、その目つき、目の前に人がおるときにさ、あわわってなっとるときの目なんか、これ。アキ、起きてる？いや、まだ寝てるっすね。せっかく目を開けたのに。アッキーの場合、目を開けても寝れるっすから。おお、伸びたのさらに上位互換みたいな感じじゃ。伸びたは目つぶっておけどさ、こいつは目開けて寝とんやん。なら、俺が起こすよ。でも、アッキー普通に揺さぶっても起きないっすよ。殴ったら寝ながら倍返しっす。寝ながら半沢直樹出してきたんだ。わあ、すごく器用なんだね。大丈夫、脳波に直接干渉するから。脳波？
私もちょっと若い感じのですが、どういった仕組みで？いやー、心が読めるんだから逆のこともできないかなって。まだ試してないんだけどさ。それ大丈夫？脳波にいらんもん送り込んで相手廃人になったりせんだろうな。発想がハッカーと同じなのですが。そんな操るのは無理だよ。ご飯食べたいからパン食べたいに変えるくらいのことができるよ。それやり方考え変えればおっぱい大好きからさ、お尻大好きっていうさ、おっぱい派とお尻派の対決をさ有利に進めることができるじゃん。楽しくやるなお前。てに俺はおっぱいの方が好きだぞ。脳波に干渉というより情報を埋め込む感じでしょうか。あ、そう、データを浮気するんじゃなくて、あくまでその記憶の間に割り込ませたりする感じかな。起きてる人、特に俺を警戒してる人とかは情報を入れ込ませる隙を見せないとダメだけど、明らかくわみぎまま寝てるし何しても大丈夫だよ。何しても大丈夫って言い方やめて。なんか嫌やな。変なもの入れ込まないでくださいよ。疑り深いな。とにかく試してみるね。あ、お、本当に起きた。あ、大学気分どう？いや、なんかでっけえクマに襲われた。じゃあ成功だぜ。何が？アッキーまた寝てたんすか？さっきも寝たじゃないすか。だって見つかんねえしさ。アースももう諦めねえ。結構気に入ってたんだよあれ。やばい、個性的なキャラクターが多すぎてちょっと声を変えるのが難しいなこれ。声でなんかセリフ分けるん？指でも弾けんじゃん。この子たちは明らかくんの友達？ろくなやつ付き合ってないなお前。あー、うん、自分で自己紹介しろ。あー、どうも、エンリス。あ、エンリス、ドラム叩いてるっす。あながち俺のセリフの呼び方は間違ってなかった感がある。君こういう喋り方だったんだ。俺アツでな、俺はベース。ちょっと伸ばす感じ。ドラムとベースと秋田くんがキーボードだよね。ギターはいないんだ。俺弦楽器は無理っす。弦が5本以上は無理だな。指痛いし本物には負けっけど、音変えりゃキーボードでもそれっぽくできっしな。ギターがおらんロックバンドって珍しいな。ギターがメインっていうイメージがあるんやけどな俺は。結構今結構歪みとかも再現できるんだってね。それは置いといて、結局ピック見つかってないんだ。そうそう、まあ解消用っていうか使わないんだけど、お守りみたいにできないやつでモチベに関わるもんなんだよ。アース本当リラックマ好きっすね。でもこのままじゃ練習できないっす。ここ悪いとかもなかったしな。もうちょいさ、はっきり思い出せねえな。ここはリーのガーデンで練習して、こっちに戻ってきた時にもうなかったんだよな。だから、あのガーデンで落とせたのかと思ってんだけど。アッキーが探す前に誰か拾って持ってったんじゃないですか。ああ、交番に戻ってきたとか？交番行ったらもしかしたらありましたみたいなパターンだったりするかな。ああ、ありえる。限定もんだし、ラリックマン人気だし。ラリックマにどっぷりなのはアースしか知らないっすけど、そうだったらもう見つかんねえっすよ。あ、でも俺の知り合いに一人いるんだよな、リラックマ好きみたいなこと言おったやつが。確か言おったはず。ああ、そっちの人。俺はナナシ、こっちはミサイちゃんだよ。お、ナナシさん、ナナシさんはピックについて何か知らねえですか。アキラ君が探したのは知ってるけど、そうだな、一応ここでも探したの？こっちはちょっとかな、落としたのココアイだと思ってたし。じゃあ俺も探すの手伝うよ。お、見ず知らずの俺に協力してくれんの？すげえいいやつですな。そうだよ、ナナシ君はいいやつだよ。ちょっと変態なところはあるけどいいやつだよ。いやー、解決のプロがここにいるからメサイちゃんに。ミサルちゃんに丸投げしてるんじゃないかな、ナナシ君。自分めんどくさいと思ってるタイプか君は。私に振るんですね。とは言っても手がかりがない以上には追跡も何も主張がありません。ミサエちゃん、どっか
どっかの街頭にある監視カメラとかハッキングしてそれで探したりできない？犬とかいりゃ匂い辿ってもらうとかできるっすけどね。なるほど。お、それいいじゃん、犬探そうぜ犬それさ、犬探しようってさ、ピックが実は 目線に入っとったんやけど全然気づかに通り過ぎるとかないだろうな犬がメインになってくる感じじゃあ犬探しで。あ、こいつらちょっと頭悪そうやけんなだからちょっと頭悪そうやけんさえ、なんで犬探してたっけ、まあいっかみたいな感じになりそうじゃないえ、相坂くんたちの会話は尻滅らさにミサイちゃんが混乱してる。よし、じゃあ犬探そう。俺動物探すの結構得意だから。動物探すの得意って何？おお、よっしゃ、じゃあ俺がついていく。お前らここで練習しとけ。アッキーに任せっぱなのちょっと申し訳ねえないいって、俺十分練習休憩したし、お前のダチだしな。アッキー、その素晴らしい友情ですね。それでは行きましょうか。誰か情報を聞ける人物とは知ってますか？姉ちゃんなら動物好きだし何か知ってんかも。多分ワクドにいる。姉ちゃん、お姉さんおるんか、明らかくん。ワクドとはこの隣にあったバーガーショップですね。ではそっちに行ってみましょう。ミサイちゃんすごいな、来たばっかなのにさ、この建物の隣にバーガーショップがあるってちゃんと見とんじゃ。ほう、おう、オッケー、グーグル。お姉さんね、秋田君のお姉さんは、まあ、柄悪いんだろうなっていうさ先入観があるな。ワクド、ワクドナルド。わあ、そこそこ美人そうな見た目やな。ハンバーガー食ってる。いや、バクドやけん当たり前けど、椅子に座れよ、お前。椅子あるだろ、お前。なんで椅子に座ってない、地面に座ってんだ、こいつは。よ、デブ。あふう、なんて、そんなこと言うの。アキロバカ、リュウニーチクルフォー。うわあ、びっくりした。このお姉さん、なんで胸にハンバーガー2つつけてんだ。でけえな、そのハンバーガー食べたいんだけど。食べながら喋るなって言われてんだろ。リュウニー作るぞ、この爆乳が。うご、で、何？嫌味言いに来ただけ？はじめまして、俺はナナチ。ちょっと聞いたいことがあるんですけど、まずお姉さんの名前は？あずさだわ。あずささん、おお、いい名前で。また食ってるぞ、太るぞ、牛。わあ、美味しいから仕方ないのフォー。わかる。女の子は少しプリントしてるくらいがいいんですよ。ちょっと太ってる方が胸も大きいし、やっぱナナシ君はおっぱいを見てる。わかるぞ、見たくなるよな。この大きいハンバーガーを食べ尽くしたよな。わあ、いや、あずささんはちょっとそういうタイプではない。おっぱいが大きい女の人よりもスラッとした女の子の方がモテるって思ってるタイプの人間だ。ああ、強い。重量あるからな、アズネーの体当たり、体当たりしてきたんじゃポケモンだったら結構威力抜群だぞ、お前。うん、なんなのよ、用がないなら帰ってよ。二人ともそこまでで、女性はあまりからかわないでほしいところですよメサイちゃん、おっぱいが大きくないから余計そう感じてるんだね。わかるぞ。失礼しました、今犬を探しておりまして、この辺に犬っていますか？犬？あ、見たかも。なんか、わたあめみたいで美味しそうなの。食べちゃうんじゃないか。ハンバーガーだけじゃちょっと味が濃すぎるからって食べちゃうんじゃないだろうな、お前。食べてませんよね。疑われてるぞ、ミサイちゃんにも。ワンちゃんなんか食べないよ。まあ。でも、数日前だから今もいるかわかんないよ。情報があるだけでもありがたいです。どの辺で見ましたか？バックストリートのところ。ああ、リュウニーのとこか。まだ兄弟がいるの？6人兄弟なんだ、俺んとこ。多いな、6人。俺も4人兄弟けんどさ、それでも多いところだぞ、お前。ちなみに男全員男だからな、4人兄弟。大家族、団子大家族。同じところに留まっている可能性は低いですが、
その流にという方から何か聞けるかもしれませんね。でもバックストリートってやばいところじゃなかった？ん？そうか、流にいるし大丈夫だろ。ヘッドだし、ヘッドいや、そういう不良グループあんの、ちょっと。それ逆に心配だな。それヘッドに救われるんじゃないかなって思っちゃうよ。喧嘩じゃ勝てないからな、どうしても。ヘッド？そっか、なら大丈夫かも。いや、大丈夫って思ったらダメだと思う、これ。なんかちょっと大丈夫じゃないような気がしてくる。じゃあ、行ってみましょうか。そのバックストリートは、どの辺になりますか？ここ出て、まっすぐ進んで、ぐいっと曲がったところ。ま、行けばわかると思うぜ。わかりました。あずささん、ありがとうございました。ただ、バーガーだけでは栄養が偏るので、しっかり野菜とも食されてください。バーガーも野菜入ってる。ふぅー！なぜレーザーモノの HG が入ってきてる。それだけは足りませんよ。では、失礼します。野菜入っとるだってさ、レタス1枚入っとるだけやげんな。犬ならバックストリートで見たよ。犬今いるかわかんないけど、リュウニに聞いて。ほーん。ほんとこの人の体型、街ですれ違ったら二度見してしまうな。